今夜の翼をくださいは残暑見舞い申し上げますスペシャルということでお送りしています。イエイ、イエーイ。いや浴衣着たりとかね、ちょっと涼しい話を聞いたりとかしてきましたけれども、どうですか、はい、私もちょっと話したいことがあって、あるの、なんかこの前スーパーに行ったんですよ。スーパー、はい、スーパーに行って、でフルーツ売り場の辺をうろうろしてたら、あのグレープフルーツが並んでたんですね、うん、でそのグレープフルーツが、うん、助けてって言ったんですよ。ちょっと面白いけどちょっと笑ってる、笑ってる、うん、まあまあ聞いて聞いて、なんか最初はなんか、うん、え嘘でしょと思ったんですよ、でそうしたら2回ぐらい助けてって言ったんですよ。グレープフルーツが、グレープフルーツが買ってあげたの？え、買わなかった。買わなかった。助けてあげなかった。果物から助けてとかそういう声が聞こえてくることはない。あんまないね。あんまってか絶対ないわ。さあ今夜の翼をくださいは残暑見舞い申し上げますスペシャルということでお送りしています。イエイ、イエーイ。いや浴衣着たりとかね、ちょっと涼しい話を聞いたりとかしてきましたけれども、どうですか、はい、私もちょっと話したいことがあって、あるの、なんかこの前スーパーに行ったんですよ。でスーパーに行って、でフルーツ売り場の辺をうろうろしてたら